にちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今日は閉店後のお店からお届けしています。お届けする商品は、ご紹介する商品は新製品のアルトフィールド7です。大きい方ですね。アルトフィールドシリーズ、1と7が今回発表になりましたが、こちらでっかい方、ちなみにちっちゃい1の方はこのサイズです。相当な大きさになります。縦置きと横置きがこれもできるようになっています。縦置きでこんな感じ。XV500 とですね、価格的にも、かなり近いところにある製品になりますが、こちらの方がこう PA っぽくなく、個人的なあのパーソナルスピーカーっぽいデザインになっています。縦置きも横置きもこうやっていけます。それとですね、スピーカーはこれ左右ステレオになっていて、X バランスドスピーカーユニットというのを内蔵しています。こちらに 114mm の矩形ウーハー、四角いウーハーですね、これが2発、それとツイーターが、左右に入っている、そういう構成になっています。で、こちらにですね、サウンドフィールドのアルトボタンがあるんですけども、アルトフィールド1の方は、オンオフしかなかったんですが、こちら2段階あります。アルト1とアルト2とオフ、3種類の音色で、試せるので、後ほど音を聞いて、音質を確かめてみたいと思います。はい。スマートフォンとはですね、ミュージックセンターアプリで、接続できるようになっており、ミュージックセンターアプリの方で、7バンドのイコライザーを使うので、かなり本格的な音を鳴らすことができます。私が学生時代はもうコンポというと、でっかい大きなサイズの箱型の家具みたいなスピーカーとラックで音楽を聴いていましたけども、今はおそらくもうこういったものがあのそれに変わる、家庭なりで聴く、最上級の音の出し方に今一般的なものだとなるんでしょうね。接続に関しては LDAC にも対応しています。 SBC、AAC と使えます。それ と、これでですね、バッテリーを内蔵していて、30時間のロングライフ使用が可能。充電に関してはですね、こちらに、AC アダプター、専用の AC コンセント、アダプターのコンセントがありますので、これを使って充電いたします。30時間のロングバッテリーなので、キャンプとかに持って行っても2泊3日ぐらいは全然鳴らせるのじゃないですかね。すると、この AC 電源からの充電ですけども、急速充電に対応していて、10分の充電でなんと3時間使えます。これをですね、テレビとかにつなげてテレビのサウンドを鳴らしたりとかっていう風にされる方もいらっしゃるかもしれませんが、その場合もこれだったら、10分充電するだけで映画1本が見られてしまうというようなロングバッテリーライフになっています。それと防水凡人、IP67 にこれ対応しているので、まあこれを、プールとかに沈める人はいないと思うんですけども、1メートルの水深の、懐に30分入れても中に浸水しないというような作りになっています。こっちにパッシブラジエーターとかっていう風についてるんですけども、これももう結局防水仕様になってるんでしょうね。そして、XV500 と同様にですね、こちらもよいしょ、マイク端子がこちらついています。マイク端子、これは、ついてるのは1つだけかな。入力は XV500 は2つついてましたけど、これ1つだけです。そして、こちらにですね、エコーボタンとか、それ と、キーのコントロールキーとかっていうのもありますので、ミュージックセンターアプリと合わせて、これもカラオケを楽しむことができるようになっています。あとはこれは縦置きも横置きもできるので、よいしょ、使わないときはこうやって立てておいて、ショースペースにしまうこともできるし、使うときだけ持ち出してきて、こうして、横置きにしてステレオで鳴らすことができます。そして、何もにも面白いのがやっぱこのライティングですね。音楽に合わせてこれ色が変わるんですけども、さあじゃあちょっと音を鳴らしてみましょうか。スマートフォンから音楽を鳴らしてみようと思います。すっごい重低音で、この音楽、ここのアルトボタンが色変わってると思うんですけども、これが色が連動してます。縦置きにしてもここにダクトがついてるので、バスレフからの定義の音、おーすげえな、これ指が震えますね。
タンオフロこれがアルトワン、重低音だけが鳴っているような感じですね。もう一回押すとアルトツー、こうすると音圧が来る、胸とか体全体に重低音がガシガシきます。まるであれですね、ライブ会場のアリーナの、ま、あのアリーナというかスピーカーの前ですね、 PA のスピーカーの前にいるようなあの音圧をこれは味わうことができます。これもしかしたら音楽だけじゃなくて、あの映画見るときとかでもいいかもしれないですね。ちなみにこのまあ本体のボタンでも音楽再生とか再生停止ができます。デモ機能がついていて、ここの再生ボタンを、5秒間長押しするとデモ音源が鳴ります。ちなみにこの音をですね、アルトフィールド1でもちょっと同じ音で聞いてみましょうか。さすがにちょっと音圧が全然違うので、こっち、最大ボリュームにしてやってみますね。こっちもアルトボタン使ってると音圧結構きますね。じゃあこっちも同じところをちょっと再生してみます。ちなみにこれボリューム今どれぐらいかっていうと、4割ぐらいですね。このライティングがいいね。ということで、アルトフィールド7の紹介でした。XV500 の方が、どっちかというと PA っぽい感じですけど、これはもう個人の部屋に、置いておくよりパーソナルな、大型スピーカーになるかなというふうに思います。ぜひご検討になってみてください。